磯崎元補佐官と、総務省放送部局が、やり取りをしていた、とされることにつきまして、私も、当時の大臣室の職員も先週まで知りませんでした。当該文書の配布先には大臣室も事務次官も入っておらず、また大臣室のパソコンからは放送部局のフォルダーは開けない、といったことから、当該文書について、当時チェックをすることも不可能でございました。ご指摘の私の発言とされる内容につき、私は一切発言をしておりません。なぜ作成できるのかというご質問を私にいただきましても、私にはお答えできません。最後に、当時の部下の職員についてお尋ねがございました。総務省に正確性が確認されていない文書が保存されていたことは大変残念でございますし、私自身大きなショックを受けております。ただ、私は足掛け4年にわたって総務大臣を務めました。今でも総務省には愛情を持っておりますし、多くの素晴らしい職員がいらっしゃることは、誰よりも承知をしていると思っているつもりでございます。山岡達丸君。立憲民主党の山岡達丸です。立憲民主党無所属を代表し、ただいま議題となりました脱炭素成長経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案、いわゆる GX 推進法案につきまして質問をいたします。はじめに、経済安全保障担当大臣として GX 推進法案にも関わる高市大臣におかれて、その政策の遂行の信用にも関わる問題が生じていることを踏まえ、放送法における政治的公平について高市大臣に伺います。平成27年5月12日参議院の総務委員会において、当時の高市総務大臣は一つの番組のみで政治的公平が確保されていない場合があるという旨を答弁されています。高市大臣は今回のいわゆる総務省文書の一部が捏造だと主張されていますが、この5月12日の答弁は78ページにわたる総務省文書の筋書き通りとなっているのは間違いないのではありませんか。この事実を踏まえれば、高市大臣こそが黒だと見るのが自然ではありませんか。そうではないというのであれば、なぜ高市大臣は平成27年5月12日の参議院総務委員会でそれまでと違う答弁をされたのでしょうか。その経緯を詳しくお答えください。高市大臣が捏造されたものと主張する文書の一つに、平成27年2月13日の高市大臣レク結果というものがあります。この日に高市大臣レク、つまり総務省の職員から高市大臣に対して政治的公平についての説明があったのかなかったのか、ここで明確にお答えをお願いします。もしレク自体がなかったというのであれば、高市大臣が個別のテレビ局の名称を挙げて苦しくない答弁の形にするか、それとも民放相手に徹底抗戦するか、具体的に述べたとして記録されているこの文書を総務官僚がなぜ作成できるとお考えでしょうか。お答えを願います。この高市大臣の答弁によって、一つの番組の内容次第で政治的公平が確保されないとみなされ、電波を止めることはあり得るというメッセージが伝わることになったのではありませんか。民主党政権に比べ、安倍政権では報道の自由度の国際ランキングが大幅に低下しました。この10年は自民党政権による報道の自由が失われた10年ではありませんか。報道の自由に関わる重要な放送法の解釈について、補充だという言葉を使いながらも国会答弁を利用し、政府が主導する形でその意向を広げようという行為は国会軽視、立法府への冒涜ではありませんか。そして民主主義の根底を覆す行為であると思いますが、高市大臣にそのご自覚はおありでしょうか。お答えください。そしてつくづく気の毒だと思いますのは、高市大臣の当時の部下の職員の皆様です。極めて政治リスクの高い案件について慎重に対応しようと関係各所に必死に調整され、駆け回っていたであろう当時の部下の方々が
できる限り正確に事実を関係者と共有しようと作成された行政文書に対し捏造だと言い放たれました。当時の担当官僚は嘘の行政文書を作り上げたということでしょうか。どのような動機があってそのようなことをするというのでしょうか。高市大臣はご自身の身を守りたいと思いがあったとしてもあまりにも心ない発言ではありませんか。当時の部下の職員の皆様に対し高市大臣からお詫びのことはありませんか。この答弁の機会にぜひ考えを述べられていただきたいと思います。 GX という国家の将来をかけた政策を成功させるためには関係大臣と多くの官僚の皆様との強い信頼関係に基づいて推進をすることが不可欠です。高市大臣の一連の問題はその信頼関係に大きなひびを入れるものではないかということを強く申し上げます。国務大臣高市早苗君。山岡辰丸議員からは、まず平成27年5月12日の、参議院総務委員会の答弁の経緯についてお尋ねがございました。ご指摘の私の答弁は、委員会の前夜に、質問通告をいただきましたので、条文と逐条解説を参考にしながら、自ら答弁案一つ一つに目を通して確認し、答弁させていただいたものでございます。また答弁の中でも述べておりますとおり、これまでの放送法の解釈を変えるものではなく、補充的な説明であり、それまでと違う答弁をしたというご指摘は当たりません。次に、平成27年2月13日の政治的公平性に関するレクについてお尋ねがございました。当時さまざまな部局より法律案や決裁案件などレクを受けておりましたが、平成27年2月13日に磯崎元総理補佐官と総務省事務方とのやり取りや、平成27年5月12日の参議院総務委員会の答弁案など放送法の政治的公平に関するレクを受けたことはございません。そもそも、磯崎元補佐官と、総務省放送部局が、やり取りをしていた、とされることにつきまして、私も、当時の大臣室の職員も先週まで知りませんでした。当該文書の配布先には大臣室も事務次官も入っておらず、また大臣室のパソコンからは放送部局のフォルダーは開けない、といったことから、当該文書について、当時チェックをすることも不可能でございました。ご指摘の私の発言とされる内容につき、私は一切発言をしておりません。なぜ作成できるのかというご質問を私にいただきましても、私にはお答えできません。次に放送法の解釈についてお尋ねがございました。平成27年5月12日、参議院総務委員会における私の答弁は、昭和39年に当時の郵政省政府参考人が行った、極端な場合は一つの番組で判断することがあり得る旨の国会答弁とも整合性の取れたものであり、これまでの放送法の解釈を変えるものではございません。最後に、当時の部下の職員についてお尋ねがございました。総務省に正確性が確認されていない文書が保存されていたことは大変残念でございますし、私自身大きなショックを受けております。ただ、私は足掛け4年にわたって総務大臣を務めました。今でも総務省には愛情を持っておりますし、多くの素晴らしい職員がいらっしゃることは誰よりも承知をしていると思っているつもりでございます。